い、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですね、キンキンに凍ったジョッキにぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日はですね、レモンサワー飲むんですけども、昨日の動画のね続きになってます。昨日のやつまだご覧になってない方、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。ってことで、飲んだことはあるんですけど、レモンサワーいまいちよく分かってないんですよ。ぼやっとするんですよね。昨日のやつもね、そうかなと思って飲んだらめちゃくちゃうまかったんですよ。で、今日は昨日のやつの追い出しレモンバージョンで、果実しっかりもう一絞りってやつなんで、これはうまいだろうと思ってね、買ってるやつなんですけども、今日はこれをやっていこうと思います。さあ今日もね、キンキンに凝ったジョッキ登場。さあキンキンです、カチコチです。飲んでいきましょう。よいしょよいしょ。これはね、今日のはね美味しいだろうと思って買ったんで、いけそうだな。昨日のやつがうまかったんでちょっとびっくりしたんですけど、はい、ちょうど OK、 ぴったり OK。 匂いチェック、昨日とあんま変わんないですね。さあ今ね、がっつり筋トレしたんでちょっと胸がパンパンなんですけども、プロテイン飲みたいところですけどね、レモンサワーいっていきましょう。キンキンに凍った状況でね、レモンサワーの追い足しレモンいってみたいと思います。いただきます。乾杯。うわっ、冷たすぎ。いやー、うわ、レモンの味する。でも昨日のやつもうまかったな。違いがあんまりわからんな。どうなんだろうな。同時に飲み比べたらね、違いがわかると思うんですけど、1日空いてるんでね。まあでもずっとレモンの味するな。でね、このね、なんとかサワーとかやつ、まあ、今回のレモンサワーね、すっごいね、すっきりあっさりしてね、めちゃくちゃうまいですね。爽やか爽快、めちゃくちゃうまい。はい、お疲れ様でした。というわけで、このレモンサワーですね、僕ね、飲んでみてもですね、半信半疑というか、いまいちね、良さが分かんないやってね、感想を言っちゃうと思ってたんですけども、昨日も飲んだ瞬間、もううめえってなったし、今日のやつもめっちゃうまかったと。これはうまいしね、あの、ハマる理由もわかるかなってところで、リクエストじゃないんですけども、まあ、コメントいただいた M キムさんですね、レモンハワーにドハマりってところと、あとは FN さんですね、もうレモンサワー飲んでるってことでね、僕も真似して飲んでみたんですけども、めちゃめちゃうまかったです、本当に。どうもありがとうございました。はい、ということで、飲んでみたくなった、気になったって方いらっしゃれば、ぜひね、試してみてください。はい、まだまだね、飲んでいくものいっぱいあるんでね、今後もいろんなものぶち込んで飲んでいくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。また会いしましょう。バイバイ。めちゃめちゃうまい。